バジルホールは19世紀のイギリスの海軍将校、旅行家、作家。インド洋、中国、朝鮮、琉球、中南米、北米各地を航海したことで知られる。ベージルホールと記述されることも多い。王立協会会員。孫に東京帝国大学文学部名誉教師を務めたバジルホール・ジェンバレンとアーリアン学説の思想家である。 ヒューストン・スチュアート・チェンバレンがいる。地質学者でもあった、スコットランドの順断尺、ジェームズ・ホールの子として、エジンバラで生まれる。エジンバラ王立高校で学んだ後、1802年に、イギリス王立海軍に入隊し、1808年に、大尉に昇進、後に大佐となる。戦艦エンディミオン五島艦などでの勤務を経て、1816年に、 ウィリアム・アマーストの中国使節団が率いる艦隊の、うちの一隻、ライラ号の艦長として、中国訪問後、朝鮮と沖縄に立ち寄り、1817年には、父親の知り合いであったナポレオン・ボナパルトに、セント・ヘレナ島で越見。父親の助言により海軍入隊以降日記をつける、ことを習慣としており、それを元に1818 18年に表した、朝鮮、琉球航海記が、 その目新しさから話題を呼び、1820年には南米各国を訪れて航海記を出版するなど人気の冒険作家となった。1823年に軍を退き、1825年にスペインのイギリス総領事ジョンハンターの娘マーガレットと結婚して、翌年にかけて妻と共に全米各地を旅し、アメリカ合衆国訪問記など多くの旅行記を出版したほか、 ブリタニカ百科事典の執筆者なども務めた。晩年は精神を病み、1842年に、ポーツマスの軍病院に入院し、同所で死去した。2016年12月に、バジルホール研究会により、那覇市に、バジルホール来流200周年記念碑が建立された。ライラ号とアルセスト号の清、朝鮮、琉球の航路1816年。 にに通商を迫るために中国に向かうイギリス全県大使、アマーストラ外交団を軍艦ライラ号の艦長として北京に送り届けたホールは同行したアルセスト号と共に東、シナ海海域の探検、調査のため朝鮮の西海岸と琉球王国に寄港、長に44日間滞在した。言葉も通じず徹底した。 解禁政策のため拒絶的応対を受けた朝鮮と違い、琉球では中国語のできる管理の前平ふさあきを通じに得て交流を深め、琉球に対して非常に良い印象を抱いた。前平を知性派で快活な社交家として高く評価し、帰国時には英国域を誘ったほどだった。一行は調査や観測を徹底して行い、 全島地図も一週間余りで完成させた。帰国後の1818 18年に、その時の記録を、アカウントオブ、エボエッジオブディスカバリーツーザウエストコーストオブコリア、アンドザグレートルー、中アイランドインザジャパンシーとして、ロンドンで観光した。琉球の人々との交流を好意的な視点から、描いた本書は大いに反響を呼び、出版から2年も経たないうちにオランダ語、ドイツ語、 イタリア語など数カ国語に翻訳され、幾度となく版も重ねた。アルセスト号のグミージョン・マクロードもホールに先んじて1817年にアルセスト号朝鮮大琉球探検機を観光しているが、ホールの公開機は西洋人自身によって琉球諸島と朝鮮半島を詳細に記述する最初の著作であると言われ、ヨーロッパ人の琉球理解のバイブル的存在となった。 1826年の第三版、琉球その他の東海公海域には、ナポレオンとの会見録が追加収録され、琉球には武器がなく、戦争をしたことがないこと、住民は通貨の使用を知らず、物を与えても代償を取らないこと、僧侶の地位が低いことなどをナポレオンに報告したという。ナポレオンに同行していたアンリベルトランによると、ホーオールが各下琉球の人は、 ナポレオンの名の字も知りませんと言ったとき、ナポレオンは、ここ何ヶ月もの間聞いたことのない大きな声で、笑ったという。ホールは武器を見かけなかったことを理由に、琉球が非武装であると結論づけ、結果19世紀の欧米に、琉球イコール非武装王国の噂が広まった。こうした楽園的なホールの琉球館は、日本や中国との通称を求める、欧米列強にとって、好都合で、 利用価値のある公益基地としてのイメージを確固たるものにし、琉球王府が苦慮していた来流外国船をますます増やす結果を招いた。この本は当時西洋世界で非常に人気となったため、その後に琉球を訪れた西洋人の記録にもしばしば引用され、約10年後の1827年に来流した英国船ブロッサム号艦長のフレデリック・ウィリアム・ビーチーは著書 ブロッサム号来流期で中国船が流通していることなど、ホールの報告と異なっていた点を記録し、20年後の1846年に、キリスト教不教のため琉球に派遣された、宣教師のバーナード・ジャンベッテルハイムは、ホールの琉球館には否定的であり、1853年に来流したマシュペリーは、日本遠征期の中で、琉球人は武器については無知を装い、 貨幣についても、金銀の価値をよく知っており、中国船で交易もしていることを指摘した。ホールは公開期に、王琉球は、貿易から外れたところに偏在し、島には何ら価値ある生産物がなく、かつ住民も、外国物資に対してそれほど興味を示さないと記録しているが、琉球王府は、貿易にならないようホールらに、少なめの食料を無料で与えて金を取らず、 ありがとうございます。